皆さんこんにちは。今日はですね、タイのバンコクにある中華街にやってきました。日本でいうところの横浜みたいな感じですかね。今日は土曜日ってこともあってね、人でごった返してます。以前にも来たことはあるんですけど、ゆっくり回る機会がなかったんでね、今日はちょっと撮影も兼ねてゆっくりね、名所を巡っていきたいと思います。なんとグランドチャイナというね、ちょっとおしゃれそうなスタバが入ってるね、デパートっぽいのが見つけました。ちょっとねこの中も探求していきたいと思います。ダメだった、閉まってました。もう10時だったね。閉まってましたね。また次回行きたいと思います。中華料理屋さんに来ました。ここでね、ちょっとカニ玉っぽい、カニの具材と卵を合わせたみたいなものとご飯を注文しました。果たしてどんな味なのかね、楽しみです。食べたことないやつ。卵がふわふわで、なんだろう、ちょっと甘めの味付けで、具材としてはでっかいエビがねゴロゴロ入ってる感じです。エビのとこ行ってみよう。はい、ということで、今回の中華街散策はこれにて終了でございます。とってもバンコクにいながらまた違った国の雰囲気を味わえてね、得した気分です。ぜひ皆さんも機会があったら来てみてください。それではまた次回お会いしましょう。